こんにちは、サラです。今回はこちらの小泉のリセットブラシを紹介していきたいと思います。で、この髪の毛はですね、自分で逆毛を立てました。はい、ということで早速こちら側を普通のブラシで溶かしてみて、こちら側を小泉のリセットブラシで溶かして比較をしていきたいと思います。で、まあ、一般的なプラスチック製のブラシなんですけど、何が良くないかっていうと、静電気がすごい発生しやすいんですね。こうやればやるほど、こうストロークが多くなればなるほど静電気が発生しやすいので髪にダメージがいっちゃうんですね。で、まあ逆毛取れなくはないんですけど、結構毛先から根元まで溶かすのに時間がかかるので、その分静電気が発生して髪の毛が細い人ほど広がりやすくなっちゃうんですね。こんな感じでちょっと数本髪の毛が抜けてしまいました。で、対してこちらなんですけど、ここにアースがついていて静電気抑制かつ振動によってこうストロークが少なくて済むんですね。時間もかからないし静電気も発生しにくいという仕組みになっています。さっきのブラシだったら毛先からこうやってやらないといけないんですけど、これは毛の中間ぐらいからでも振動があるので、という感じで抜け毛も一本もなく溶かすことができました。そしてこちらはですね、静電気を抑制してきれいに溶かすだけでなく、こちらにクッションがついているので押し付けて頭皮ケアもできます。で、メタルピンなのでめっちゃひんやりして気持ちいいです。で、公式的な使い方ではスイッチを入れずにこうプッシュするんですけど、私が好きなのはスイッチを入れた状態でこの後頭部に押し当てるのがめっちゃ気持ちいいです。で、使ってみた感想なんですけど、セーターを脱いだ時とかマフラーを外した時に起きる静電気に使うとすごい一発で取れます。母親にやってみたらすごい気に入ってて欲しいって言ってました。で、こちらオープン価格なんですけど、だいたい6000円くらいで売られてます。で、色は薄いピンクと濃いピンクとあとイエローがあります。で、ラインナップは他にもあって、小さいサイズとか持ち運びに便利な方もあります。で、詳しいスペックが気になった方はぜひリセットブラシで検索してみてください。はい、というわけでサラでした。また次の動画でお会いしましょう。